一発いきましょうか。一番大事なものは何？決まっているよ友達さん。はい、決まっている友達さん。一番嫌いなものは何？お兄様勉強さん。お兄様勉強さん。
今回応援としまして東北学園大学の応援団の皆さんが来てまして今入れたいと思います。どうぞ。かっこいいですね。もうあの旗の大きいこと。いやさすがですね。おお、旗が今上に上がりました。それじゃあお願いします。決まったですね。なかなかかっこいいですね。これ出たあの足の開き角度って決まってますけど、この方は割と180度っぽく開いてますけどね。いやでもこうなったら今日みたいにね、和太鼓もあるし、こういうなんか学園ものみたいな感じになってきましたね。これで遠くに海があって夕日があればね、もうめちゃくちゃあのなんか状況としては揃ってるんですけどね。それじゃあ返すものがないんで、こちらはですね、お、僕は泣いてないぞ。さあじゃああの景気よくですね、あの一つあの歌をいきたいと思いますけど、いきたいと思いますけど、今あのお任せくださいっていうドラマをやってまして、いつもあの反転姿でですね私はやってまして、あのA 面の方っていうか、あのいつも歌うのが恋人も濡れる街角って言うんですけどね、もう一つ A 面がありまして、中村エレキ音頭ってありましてね、これはまたみんなと一緒に景気曲歌いたいと思うんですけど、途中ですねこのいろいろありましてですね、こうちょっと手が届かないこの茨の道のですね、この道っていうところですね、この切ない夜夜ここですね、応援団の人たちも歌いますので、皆さんもですね、切ない夜さ、やーっとこうメロディーをつけないようにして、止まる感じでですね、やってもらいたいと思います。大体どこら辺に行ったら分かると思うんで、この辺でね、道と夜です。さあじゃあ知ってる人は一緒に歌ってください。中村エリキョンと行きたいと思います。ワン、ツー。